流れというのはもう皆さんもう大体ご存知のもう大体皆さんどういうものなのか皆さん必ずイメージを持っておられますでそれでいいわけですこれはうちの近くで撮ったあのこの水の流れですけれども例えばこの流れほぼ三角形に水のいたあの水の膜ですね、えー、液体の膜がですねこういうふうにスーっと落ちてまいります。 で最初のうちは平べったい膜なんですけれども落ちていくうちにだんだんと寄り集まって下の方へ行くとほぼ円柱形であるとで円柱形なんだけれども完全な円柱形にはもちろんなっていないスピードがある程度速いもんですからうねうねうねっている部分があるということが分かりますでこれでですねだいたいろんなことが説明できますまずですねあの不安定性が伝播するとかですね そういったことも分かりますしそれからこのような現象が起きるのはただ単に水の水だけの問題ではなくてですね水と空気の間に存在している表面張力これが極めて重要であるとこの問題の場合にはいうことが分かります。でこれ表面張力がなかったらこんなふうにはなりませんしもちろん重力がなかったら落ち,落ちませんから。 重力はこのような例えばここからここから水がスーッと普通に一定の量落ちていきますという格好でじゃあ,あのスーパーコンピューターはこれをシミュレーションしてくれるでしょうかもうあの一部の科学者はですねこのスーパーコンピューターさえあれば何でもできると、ねええー、数学者はもういらんと。 数学者の代わりにスーパーコンピューターを変えとそういう極論をする人もいるわけですしかし本当にそうでしょうかスーパーコンピューターでも普通のコンピューターでも何でもいいんですがともかくコンピューターを使うとそれらしきものが出ますそれらしきものが出ますが細部は決して同じものが出ませんやってみるとコンピューターの使い方によって少しずれるんですねでそのずれは ほぼ不可とと言っていいと思い思ます全く同じものを完璧に再現することができるようなそういうふうな今から10年経って20年経って、えー、政府がですね何千億円というお金を通用してくれてもですねそれは確かにある方面では極めて重要な知見を与えてくれるし重要なことだから私はスーパーコンピューターを買うべきであると。 それは私はスーパーコンピューター自分で使ったこともありますからそう買うべきであるというそういう推進派の人間なんですがしかしそれでもできないものは必ず存在しているとそのうちの一つがこういったところに結構身近なところに結構現れてくるとそういったことを申し上げたいわけですだから私は政府、まあ、ここに政府の関係者がいるとは思いませんがあのスーパーコンピューターはぜひ作れ買え正しい数学者は切るなとそう言いたいわけです <laughs> でもっと難しいのはですね、えー、これぐらいの,あのスケールの問題になってきますともう水も空気も,もうぐちゃぐちゃになってしまい,しま,いましてこれはあのごで撮ったんハワイで撮ったんだと思うんですがあのこの辺きれいな何もないところからだんだん来てここまで来てぶち当たるともうぐぐちゃぐちゃゃになってしまいまいすもう乱れに乱れきっているように見えますね。 これはまあ一応乱流だと言ってよろしいわけです乱れた流れ乱流であると言って構わないしかしながらじゃあこれをですね数学的に理解できるかといえばえー、おそらくモデルを使えばやっぱりそれらしきものは出てくるしかしそれらしきものが出るということとちゃんと理解ができているということは同じではない。 ある程度統計的な量平均的なな量量平均そういったものは出せますしかしながらパッとここへ行った時にですねあなたの体に何滴ぐらいこの海水の水滴が来るかそれはほんのちょっとかもしれませんしもうちょっと行くかもしれないそれをピタッと当てなさいって言ったらそれはもうほとんど無理なんですね。ですから 流体と,流れというのはいっぱい現れてまいりますがこれは一番スケールの大きい流れですこれはから通ってきましたあの,この、えー、オリオン星座のこのこういったこれなんとなくあのここに帽子をかぶった誰かさんが立てるように見えますがこれはですね私はよく知りませんよくは知りませんがおそらくプリウムと呼ばれるものだと思います。 だからこういうふうにですねここからブーッと上がってきてこのほっこりだらけのところにです、ね、何かボンと入きますとバーッと上がりますけれどもあのような感覚で見るのがいいんじゃないかと思います。で、えー、これを長期にわたって見た人は誰もいないわけですからこれが何なのか本当のところは誰にもわからないわけです、えー。人間の時間スケールをはるかに超越したあところで動いているわけですので。 あちななみにこれは静止状態でででいいわけです動いてるわけけすす動てるただ我々にとってあまりにも時間のスケールが長いものですから静止しているように見えるだけですこのようなレベルになっても、えー、いかにもこれは流れのように見える本当に流れかどうかは分からないけど流れのように見えるそこのところが大事で、えー、つい最近までこういったものをですね宇宙規模の運動を 流れとして見直してモデル方程式を立ててそしてそれを解いて研究しようというようなことはほとんど不可能でした最近しかしかそれに匹敵すするような研究例も出始めていますで,ですからあのそれはもう物理の人たちとしてはそういうことをやらざるを得ないやれるんだったら今すぐやるそういう人たちもいますからこういう研究が少しずつ、えー、宇宙規模でやると。えー やってくださればもちろん私はそういうの好きですからやっていただきたいと思いますがしかしどれぐらい人間の理解が進むのか今のところちょっと私にとってはまだククエスチョンマークですなかなか面白い問題だとは思います。